おはようございます、のぶーです。今日は10月4日今の時間が8時43分です。朝早い時間ですが、今日はちょっと雲がかかっていますということで、今日はうるま市までやってきたんですが、昨日の東海岸続きでちょっとさらに北上したうるま市まで来ました。ちょっと天気がいまいちなので、もっと天気が良ければもっと綺麗な場所なんですが、残念ですが、今来ているのはうるま市の海中道路に来ています。海中道路はいろんな人が来られる場所だと思うんですが、駐車場も広くて、そしていろんなマリンレジャーを楽しめる場所でもあります。海の駅、綾橋館っていうのがあって、そこの場所あたりでビーチパーティーとかもできるので、観光客だけではなくて沖縄県の人も結構来る場所ではないでしょうか。ちょっと那覇とか南部の方からは場所としてはちょっと遠いですが、全然来る場所でしょう。そしてその、綾橋館のところにからかかっている、ちょうど海中道路を渡るようにかかっている歩道橋の今ちょうど真ん中あたりにから動画を撮影しております。海の駅っていうだけあってレストランとかもあったり、あともちろんトイレとかもありますし、でもいい場所ではないかなと思っています。周りに何もないのでかなり、それほど今日風が強いイメージではなかったんですが、ここまで来ると結構風があります。なので逆をちょっと足で押さえながら撮影しております。ということで、ちょっと今日はこのうるま市の、海中道路からさらにかかっている島が、4つあるんですが、ちょっとそちらも案内し、紹介していきたいなと思っています。それではありがとうございました。